はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、白菜をね、育てています。そして白菜だいぶね、大きくなってきました。今日はですね、まあ、今からでもですね、間に合うんですけれども、白菜を大きくするために、したね、4つのポイントですね、そういったところを説明していきたいと思います。で、白菜はですね、結構ね、この時期ですね、少しずつ大きくはなってくるんですけれども、やはりね、虫の被害とかですね、して、うまく育たないということもね、あったりするんですね。今日はどんな感じで育てていって大きくしたのかっていうところですね、ご説明していきたいと思います。はい、ね、皆さんもですね、今からですね、今日するポイントをですね、はい、注意してね、やっていただくことによって、よりね、大きなですね、白菜収穫できる可能性がググッとね、上がりますので、よければね、参考にしてみてください。はい、それでは早速いきましょう。マッキーチャンネル。ではですね、こちらね、今白菜、虫に食べられないように防虫ネットをね、かけていますけれども、はい、ちょっとね、中の様子を見ていきたいなってね、思います。虫がね、入ってしまいますので、素早くですね、作業をしていきたいと思います。じゃーん、見てみてください。はい、だいぶですね、大きな白菜にね、成長してきました。こちらですね、白菜ね、だいぶね、大きく成長しました。ちょっとね、中心の様子も見ていきたいなと思います。こういう感じでですね、中心の部分、結球し始めてきています。こういう感じで結球をしていけば、もうね、もうそろそろですね、しっかりと白菜っていうね、感じで、しっかりとね、結球してくるかなってね、思います。こちらですね、見ていただくと、殿様バッタですね、殿様バッタもいますね。これ、殿様バッタですね、食べられて、葉っぱね、食べられてしまいますので、ちょっとね、外に持っていきたいと思います。こちらですよーとね、促しながら、はい、こっちですよと、はい、ね、いいですね。そしてこの部分もね、もう結球がですね、このように、始まってきています。これ早く取れるタイプの、白菜になりまして、はい、あとね、2週間ぐらいしたらもう収穫になってくるかなってね、思います。こんな感じで葉っぱが20枚ぐらいですね、大きく、なってきて、なると、このようにね、結球し始めていきます。こちらの、ね、白菜もどんどんですね、まあ、4つとね、まだね、少なめでは、ね、ありますけれども、家庭菜園でいただく分にはですね、十分な、ね、量なのかなと思います。はい、そしてですね、実際にこのコマでですね、大きくするためにしたことですね、ちょっとね、4つご説明していきたいなって思います。まずね、1つ目はですね、しっかりと水やりですね、をしていくっていうところがあります。このようにですね、しっかりと水やりですね、していくことによって、暑い時期ですね、この夏すごい暑かったじゃないですか。こちらはだいたい9月頃に植え付けたんですけれども、9月頃をね、植え付けたものをですね、はい、このようにですね、ちょっとね、しなっとね、弱いなっていうね、感じもあったんですけれども、しっかりとね、ぶり返してくれまして、しっかりとね、育っています。はい、一つ目はですね、なので、しっかりと水やりをするっていうところになります。はい、そして二つ目はですね、追肥をしていくっていうところになります。やっぱりね、白菜育つにあたって、こういうね、青々としてね、すごいね、いい感じの白菜育ってきてるかなってね、思うんですけれども、はい、こんな感じでね、育つにあたってはやはり肥料がね、必要なんですね。特に葉っぱ系の肥料になりまして、肥料も窒素、リン、カリというですね、成分の肥料がありまして、まあ、化成肥料はですね、よく888とね、書かれた化成肥料ね、あると思うんですけれども、バランスよく入っています。そういったね、ものをですね、このね、横の部分ですね、はい、こちらね、見ていただくと穴がね、開いてるじゃないですか。この場所に僕はですね、化成肥料もしくは鶏糞ですね、鶏の糞ですね、1袋ですね、200円ぐらいでね、入っていまして、はい、結構ね、たくさん入っている、ものになるんですけれども、はい、そういったね、ものをですね、入れてきました。だいたいこれはですね、化成肥料の場合は2週間に1回ぐらいですね、肥料をあげてあげることによって、しっかりとね、肥料を吸います。化成肥料はですね、速効性肥料がね、効き始めていくのが、だいたいね、やってから1週間ぐらいからですね、出てきます。ただ、切れるのもね、早いんですね。なので、2、3週間に1回ぐらい、こちらね、肥料を上げていくって形でやっていくといいです。でも、そういうですね、肥料をやっていくのね、大変だよっていうね、方もね、いらっしゃると思います。なかなか週末しか、こちらね、来れなかったりとかして、はい、管理がね、大変だったりする場合は、そういう場合はね、鶏糞とかですね、そういう有機肥料ですね、これは、
分解してゆっくりね聞いてきまして、まあ入れて1週間ちょっとぐらいではね聞いてくるかなって思うんですけれども、長くですね、長く2週間ぐらいかなで聞いてくると思うんですけれども、より長くですね1ヶ月とか、1ヶ月ちょっとぐらいですね、そのぐらい、しっかりね肥料効果がね出るんですね。なのでそういったね肥料をですね上げてあげることによって、そこまでね1ヶ月に1回とかですね作業しないっていう方はですね、こういう感じで鶏糞ですねこちらに入れてねあげるといいです。はい、そして先ほどね、説明してました一つ目ですね、水やりなんですけれども、このねところにですね肥料を入れましたら、その後にですねしっかりとその穴にですねお水をあげてあげます。そうすることによって肥料がしっかりと溶けて根っこにね、肥料は吸われて、それでねより成長していくっていう感じになります。今ですね水やり一つ目ね水やりについて説明してきまして、二つ目はね、肥料ですね追肥について説明してきました。そして三つ目ですね、三つ目はですね害虫ですね、虫がいないかチェックするっていうところになります。ちょっとね久しぶりにこちらね開けてみましたけれども、一回ね虫とかですねちょろっとついていたので撮ったんですけれども、またね虫がいますので、ちょっと今日はですね、細かく見ていきたいなってね思います。はい、こちらね見ていただくと、ここにもね早速いました。虫がこれテントウハダマシというですね虫になるんですけれども、一見ねテントウムシみたいな虫にはなりますけれども、はい、こういったものをですね葉っぱをね食べてしまいます。なのでこういうね虫がいましたらですね手で取るようにしていただくといいかなと思います。もしくは綿棒ですね、綿棒をスティックのりにつけてそれで吸着させてねやっていくものがねあるんですけれども、そういったものですね、そういったものを見つけて、ね取ってしまったりとか、あとはですね今こちらねありましたけれども、はい、こちらですねカタツムリですね、カタツムリもねいました。こういった虫がいますと、はい、食べられてねしまうことがありますので、こういったものを見つけたらね畑の外にね、持っといて持って行ってあげるといいかなって思います。あとは葉っぱの裏とか見ますと、こういったところですね、こういったところに蝶々ですね、蝶々がいます。こういったものも結構ね葉っぱ食べられてねしまうことがありますので、こういったものもですねちょっとねはたいてしまって、畑の外にですね持って行ってあげるとよかったりします。そして何といってもですねこちら見てみてください。はい、こちらね芋虫になります。まあ蝶々系のね虫にねなるんですけれども、はい、これいったねものをですね見ていただくと、右側ちょっと穴が開いてるじゃないですか、これはこの虫が食べてしまいます。こうやって穴が開いてしまいますと、このね葉っぱはですねうまく光合成できなくなってしまって、うまくね成長がしにくいっていう状態になってしまいますので、こういったものをですね見つけましたらなるべくね取ってもうね外に持って行ってあげるようにするといいかなって思います。はい、こういったね虫ですね、こういったものがいますので、はい、こういったものはですねなるべく畑にね入れないようにね、見つけたらすぐ取るようにしていくといいかなと思います。さらにこの部分ですね見ていただくと、ここにもねちらっとねいますね、こういったもの、あすごい大きいですねこれ。はい、ここ周りやっぱりねここね葉っぱ食べられていますけれども、こういったものですねいますと結構ね、はい、どんどんね食べられてしまいます。まあ外のね部分だったらいいんですけれども、こういったですね中心の部分ですね、中心の部分にいますと、もうね白菜食べ放題コースみたいなね感じで、はい、食べられてねしまいますので、このね中心の部分なるべく、チェックしまして、虫がいないかですね、はい、見てねいただくといいかなって思います。奥の奥にね、ちょっと覗いてみましょうか。はい、覗いてみますとすごいねトゲトゲしくね、なっていまして、これトゲトゲしい状態がね一番ね新鮮な状態になりますので、はい、こういったところですねちょっとねチェックをしていないかなってね見ていくといいかなと思います。うん、このね裏の筋部分ですね、こういったところとかもね、いたりしたり、あとはですねこういう、虫糞ですね、はい、こんな感じで糞がねあったりします。こういった糞がありましたら、もしかしたらね、周りに、ね、虫がいたりねする可能性がありますので、こういうね葉っぱの裏ですね集中的に見ながらですね、対処ねしていただくといいかなってね思います。大丈夫そうですね。
はい、そういう感じで、ここね全体、ねありますけれども元気よく育っていますので、この調子でね葉っぱもまあちょこっとね食べられてはいますけれども、育つにあたっては支障のないねレベルの、はい、虫のね食いですので大丈夫かなってね思います。この白菜はですね、70日間で収穫できるタイプの早生ですね、早く収穫できるタイプの、白菜になります。はい、一方ですね、こちら後でねお見せしようかなと思いますけれども、こちらは、奥手って言いまして、90日間ですね、かけて成長します。なので今年ですね、だいたいね9月ぐらいに植え付けましたけれども、まだまだねこれから育っていまして、今日は10月の21日になりますけれども、はい、元気よくですね、これねまだまだねこれから1ヶ月以上かけてね結球して育っていくっていう感じになりますので、はい、育てていきたいと思います。はい、ちなみにこちらはですね無農薬で育てていますので、無農薬でね育てる野菜ですね、すっごくね甘くてね美味しいです。はい、食べるのがね楽しみです。はい、あとはですねここね、今ね3つですね説明しました。もう一度おさらいしていきますと、しっかりと水やりをするっていうところ、そして追肥をするっていうところ、そして害虫ですねを予防するっていうところ、そして4つ目ですね、4つ目はですね、雑草ですね、雑草を生やさせないっていうところになります。やっぱりですね周りに雑草が入ってしまいますと、このね雑草に肥料をね取られてしまったりとか、雑草が結構ね日陰になってしまって、高くね伸びてしまった雑草とかだとね影になっちゃうんですね。そうするとうまくね育たないってことがあります。なので雑草ですね、まあここはですね黒マルチを敷いて、このようにね黒いマルチですね敷いていますので、雑草がね生えていないです。あとはこのね下もね見ていただくと、ここ防虫ネットですね、防虫ネットを張っています。防虫ネットを張っているので、本当はねここ下土みたいな感じでねなっているんですけれども、防虫ネットを張っているおかげもありまして、ここにもね雑草がね生えなくなっています。そうすることによって、雑草がねないですので、はい、しっかりね野菜が育ちやすいというね環境になりますので、はい、そのね4つですね、こちらの4つをですねしっかりと、はい、守ってねチェックしながらやっていくとね、はい、美味しいねものになります。まああとはね虫ですね、虫の対策としては、先ほどね追加になりますけれども、見つけたら取るのが一番いいんですけれども、こんな感じで防虫ネットですね、防虫ネットをしっかりとしてあげることによって、はい、しっかりね防ぐことができますので、虫もね卵とかですね蝶々産みつけたりとかねすることもありますので、そういったところをですねチェックしながらねやっていくのもいいかなと思います。はい、そしてねこちらね見ていただくと、ちょっとだけね根元の部分ですね、ここは植え付けるとき穴を開けていますので、この部分とかね雑草がねちょっとね出てきています。こういったものですね、ちょっとアップで見てみましょうか。はい、こういう感じでね雑草、まあここはねそこまで神経質にならなくてもいいんですけれども、こういった雑草は、ねなるべく、取ってねいくようにするといいかなって思います。雑草がね入ると虫が湧きやすくなったりとかねしてしまいますので、そういったところはね注意になります。はい、ただねこの時ですね、上にこうやって上げすぎてしまうと、こういう茎ですね折れてしまって良くなかったりしますので、やる時はですね慎重にしていきます。あとこういうね枯れたものですね、こういったものもまたね虫を引きつけてしまったりとかして、はい、こちらね見ていただくとダンゴムシですね、ダンゴムシがいます。こういったダンゴムシも結構ね根っこをね食べたりとか、あ結構いますね、食べたりとかしますので、こういったものをですねいたら取るようにしていくといいかなと思います。ちょっと結構いますね、ダンゴムシの家族みたいな感じ。はい、こんな感じでダンゴムシもねいますので、ダンゴムシも見つけたら取るようにしていくといいですね。はい、こちらねダンゴムシですね、はい、何匹かねいますので、こういったものはね取っていきます。あとはちっちゃなイモムシもねまだいましたね、こういったところ、こういったね小さいもの、大丈夫かなってね思うかもしれないんですけれども、そのまま置いておくと結構ね大きくねすぐなっちゃうんですね。なので見つけたらねすぐ取るようにしていくといいかなと思います。あとは繰り返しになりますけれども、こういうね枯れ葉ですね、枯れ葉は取っていきます。はい、じゃあ最後にね防虫ネットですね、ここねかけていましたので、もう一度ね付け替えていきたいと思います。
ただね、今年はあの肥料ですね、肥料は上げすぎないでちょっとね様子を見ながらやっていました。肥料ね少なめにすることによって虫とかですね寄りにくくなったかなってね、育てていてね思います。去年とかですね結構土作りで、ね、やっぱりたくさんしっかりね育っていってほしいなっていうね思いもありまして、少しね多めに肥料をねあげたりとかしていたんですけれども、そしたらですねやっぱり肥料ですね多いと虫がね寄ってきやすかったです。でもねこうやってやっておくことによって虫ですね入る心配が少なくなりましたので、はい、こんな感じでね対策をしてやっていくとねだいぶね成長に違いが出てきました。はい、じゃあこちらもねちょっとねあの虫とかついていないかチェックするために、取っていきたいと思います。こちらはちなみに同じくね隣もやっていたんですけれども、このようにですね、寒冷紗ですね、これ100均で購入してきたんですけれども、夏の日差し暑かったので、あの枯れて日差しでね枯れてしまうってことが、ないようにですね、このように遮光ネットをねかけていました。はい、そのおかげもありまして、はい、元気よくね育っています。じゃあちょっと中の様子ですね、見てみたいと思います。はい、ではですねこちら虫が入らないうちに素早く作業をねしていきたいと思います。じゃーん、見てみてください、すごい立派なね白菜育っています。素晴らしい。はい、こちらね、葉っぱがすごいですね、で茂ってきまして、もうですねちょっとずつ結球がね始まってきています。はい、すごいですね。こちらも見てみていただくと、はい、しっかりね葉っぱ茂ってきまして、はい、大きくね成長しています。だいたい白菜はですね20枚ぐらいですね成長葉っぱがしてきましたら収穫のタイミングになってきます。はい、そしてねちょっとね虫とかいないかチェックをしつつですね、今日はねまた追肥をしていきたいなって思います。実際のね追肥の方法ですねご説明していきたいと思います。今こちらね鶏粉をね持ってきました。こういう感じですね鶏粉、はい、粉のねタイプと粒状のタイプがあるんですけれども、今回はね粉のタイプですねちょっとね用意をしてきました。これに微量栄養素がね含まれていますので、はい、しっかりね揚げていきたいと思います。そして揚げるときはですね葉っぱのある下の部分ですね、ここまで実はね根っこがね生えてきたりしています。この部分に、はい、スコップですね、これ100均で購入してきましたスコップをねスコッとね入れます。はい、そしてここのね部分見ていただくと、はい、こんな感じでですね、土がですねいい感じにふかふかになっています。そしてこの部分に先ほどの鶏粉ですね、こちらをサラサラサラとね入れていきます。一つまみぐらいですね、今ぐらいですね手のひらにちょっとね乗るぐらいですね、そのぐらいの量を撒いていきます。重さにしたらだいたい 30g ぐらいでしょうかね。こんな感じでねやりました。そしてこの時にですねお水をですねここに入れていきます。お水を入れることでこの鶏粉がしっかりと溶けて、はい、こちらのね白菜に栄養として入ってねいきますので、はい、そんな感じでねやっていきます。じゃあちょっとね入れていきますねお水ね、はい、チャラチャラーとねちょっと垂らしながらゆっくりね、はい、たっぷりねお水をあげていきます。そしてお水が徐々にですね土の深く深くにね浸透していきますので、これぐらい浸透しましたら、はい、こちらのスコップを抜いていきます。はい、抜きました。そして土でちょっとね崩しまして、蓋をするようなイメージですね、そんな感じで、はい、しっかりやっていきます。そうするとこの部分ね細いね、ものがね見えていると思います。これが白菜の根っこになります。こういったねものがですね徐々にまたね成長して伸びていきますので、それでね、はい、今ねあげた肥料がどんどんね吸われて大きく成長していくっていうようなねイメージですね。はい、じゃあこちらもね、白菜今ね4株植わっていますけれども、順次入れていきたいと思います。こんな感じで入れまして、肥料ですね一つかみぐらいですね、手のひら乗るぐらい、つまみですね一つまみですね入れて、はい、そしてお水を入れていきます。
はい、これで追肥が完了です。そしてやっぱり忘れちゃいけないのは、土ですね。土をちょっと崩して、はい、しっかりと土で蓋をする感じですね。そうしないと匂いにつられて虫がね寄ってきちゃうんですね。虫が寄ってきてしまうことでまたねその部分ですね、あ、コオロギが黒マルチの中から出てきました。はい、じゃあまたね最後ね、ここね肥料を入れていきます。たくさんねあげたくなる気持ちもあるんですけれども、やっぱりねあげすぎは逆効果だったりねしますので、はい、適度にですねあげていきます。やっぱりメタボなね状態だと育つものもね育ちにくい状態になってしまいますので、そこはね注意です。ちょっと根っこの様子見てみましょうか。はい、こんな感じで、ありまして、ちょっとこう上げますと、はい、土がねこうなっています。そしてちょっとね崩しますと、こういう細いものですね、こういったものがですね、はい、全てねこれ根っこになります。白菜の根っこになります。こういった感じで白菜の根っこね、もうね土の表面にもね張っていまして、すごいねいい感じに育っています。あとちなみにこちらですね、雑草枯れたものありますので、枯れたものは取ってね、はい、綺麗に整えておきたいと思います。よし、綺麗ね、はい、こういったものですね、はい、綺麗になりました。じゃあ、今ねできましたので、またね黒マルチをかけて、はい、しっかりね育てていきたいと思います。虫は大丈夫そうですね。そして今ね片方やりましたけれども、もう片方もですね、同じようにですね上げていくと良かったりします。こちらからだけではなくね、反対側からも肥料ですね吸えるようにしていくっていうことがね大切になります。ね、農薬とかね使ってれば特にですね虫防虫ネットねしなくても元気よく育っていくかなってね思うんですけれども、やっぱりねこの時期ですね、モンシロチョウ、チョウチョですね、特にね、芋虫系がね食べてしまうことが結構ね多かったりしますので、しっかりと対策をしていきます。そしてもしね端っこの隙間とかですねありましたら、こんな感じで周りの土をね持ってきて埋めていきます。こちら側は防止のネットですねしていないので、雑草がね生えやすくなっています。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じでですね、見事ね、はい、元気よく白菜育っていますので、この調子で育ててね、いきたいなと思います。はい、またね、収穫のね、タイミングとかですね、あとは長くですね、畑に置いておくね、なかなか一気にね、収穫してしまうと、食べきれないでね、せっかく育てたものですね、ダメになっちゃうってこともね、ありますので、はい、長くね、畑に置いておけるコツもありますので、そういったところもね、ご紹介していきたいなと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください。はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。